人でしょ。毎日遅くなるわけにはいかないし。うん、興味がないわけじゃないんだけど。あるものね。中には訳のわからないものもあったけど。進くん、取材メモはちゃんと取れた？なんだか頼りないわね。じゃ、秘密兵器を出すか。ほら、アキちゃん、出番だよ。アキちゃん、記憶力すごいのよ。一度聞いたことは一言一句忘れないんだから。そんな私記憶力に自信なんかないよ。まあいいからいいから、さあ始めて。アキちゃん、
っけ。でもどうせ部長に提出する個人の練習メニューを代筆してくれとかそんなところよ。言ったでしょ、強かないけど真面目なクラブだって。にしてもあいつね、少し優しい顔すると甘いやがって。たけし君も良い親友を持ったもんだ。麗しき男の友情に免じて言ってやるか。あきちゃんはどうする？夕食の準備もあるし、私もそろそろ帰なくちゃ。と思った。一人での本格的な取材って初めてだものね。だけど自分で選んだ企画なんだから最後までやり遂げなきゃ。最初はみんなそんなものよ。習うより慣れろ。場数を踏むしかないのよ。東よりでもあまり感心しないな、外部の人に手伝ってもらうのは。
くん、ちょっと待って。ちょっと寝坊しちゃって。本日の話題を独占したナイトとプリンセスのツーショットか。お邪魔かな。用がなきゃ来ないよ。でもちょうどよかった。神岡君、ちょっといいかい。君とはどういう関係？おいおい、考えすぎだよ。私の言い方も悪かったな。君、彼女のことについて何か知っていないかな？何か悩み事を持っているとか、そこら辺の事情を知りたいんだが。この手の話はだな、まず周りから情報を集めていくもんだ。そうかい。できればぜひ聞かせてほしいんだけどな。
って言ったっけ。うちの中等部の2年生ですごく優秀なんだってな。君は弓倉君の相談に乗ってあげられるかい。志村さん、保健医の志村先生に言われてね。悩み事を聞くってのは微妙なところがあるものだ。特に教師と生徒という関係ではね。教師が根掘り葉掘り聞いて問題をこじらせるというのはよくあることだよ。君だって友達には話せても我々教師には話したくないことって結構あるだろう。要約するとだな、弓倉君だって君の方が話しやすいだろうってことだよ。